プロデュース48、影響力ある番組1位に選定、圧倒的な影響力と話題性写真イコール。Mnet で放送中の、プロデュース48、が影響力と話題性を手にした。10日、CJE&M とニールセンコリアが共同開発した消費者行動ベースコンテンツ影響力測定モデル CPI。と7月第1週レポートによると、プロデュース48は影響力のある番組トップ50で1位を獲得した。プロデュース48は i.o.i バナワンに続き日刊グローバルガールズグループの誕生を目標とする。国民が直接アイドルとしてデビューするメンバーを選抜する韓国のプロデュース101のし、ステムと専用劇場で常時ライブ公演を行う AKB48 のシステムが融合したプロジェクトだ。7日、韓国で放送された第4回の全国世帯視聴率は 2.8% を記録し、史上最高視聴率を更新した。グループバトル評価の16組のステージがすべて終わり、ベネフィット、オンライン投票などの追加得点、100。今日まで適用したランキングで、1位には矢吹奈子、2位には保雲仁、3位には後藤萌が名を連ねた。14日の放送には初めての脱落者が発生する最初のランキング発表式が公開される。回を重ねるにつれて圧倒的な影響力と話題性を高めながら、お茶の間を魅了している。プロデュース48に次いで、テレビ N、キム秘書がなぜそうか、とテレビ N、ミスターサンシャインが影響力ある番組2位と3位を獲得した。